はい、こんばんは。今日は僕が前回お話ししたバス釣りをするにあたっての一番大事かなという項目をお話ししたいなと思います。で、この動画いつ撮ろうかちょっと迷ってたんですけど、時間経つ間に忘れてしまいそうな感じもしたんで、今日撮ることにしました。で、実際僕がバス釣りを再開したのが実は2016年の4月からやり始めて、で、この撮影してる日が2017年の2月、なので実際まだバス釣りを再開してから1年経ってないんですよ。なのでもう言ってしまえばど素人のような感じなんですけど、あまり参考になるかどうかはわからないんですが、それでもいいよという方はちょっと見てみてください。よろしくお願いします。で、前回ブラックボードに書いた2番目にルアーワームポイントと書いたんですけど、で、今日は1番目の項目を埋めてみたんで、こんな感じです。じゃん。で、上から読み上げていくと、まずシーズナルパターンで、シーズナルポジションで、観察力と洞察力、これ全部が1番です。これ上から順番に大事な順番ってわけじゃなくて、僕が思いついた順番に書いただけの話なので、これ全部が1番です。で、上から見ていくと、このシーズナルパターン、シーズナルパターンっていうのは多分誰しもが聞いたことあると思うんですけど、夏だったらカエルパターンだとか虫パターンだとか、そういう名前よく聞きますよね。そのパターンの名前の話です。春夏秋冬、この4つの季節で、パターンが変わってきますよっていう話ですね。で、このパターンの名前を覚えるんじゃなくて、この季節にバスが何の餌を食べているかってことをまず調べる必要があるんですよ。春夏秋冬、当然水の中にいる餌も地上にいる餌もやっぱり違うんですよね。なので、それは実際に大江川に通ってみて、水の中に何がいるんだろうとか、地面の上に何がいるんだろうとか、そういうまず餌を探すことが大事かなと思います。春に虫パターンとかやっても釣れるとは思わないんで、やっぱり現場に行ってその季節に合った餌を一回探してみるの一番近道じゃないかなと思います。で、その春夏秋冬に合った餌をバスが食べていますので、その餌に合わせたルアーやプラグワーム使うと釣れやすいよっていう話ですね。で、どういうパターンがあるかっていうのはまたそれも話してるとかなり長くなるので、それは実際にちょっと通ってみて、ベイトフィッシュを探してみて、で、実際使ってみて、で、釣ってみてっていう感じでお願いします。で、このシーズナルポジション、シーズナルポジションっていうのはバスがその水温によって居場所が変わるんですよね。深場だったり中層にいたり表層を意識してたり、そういうポジションのシーズンごとに、ポジションが変わりますよっていう話です。で、これもバスの生態をちょっと勉強しないと、どこに着きやすいだとか、どの季節にどういう場所を好むかっていうのがちょっとわからないと思うんで、これもちょっと一度調べてみてください。一例を言うと、この冬から春にかけて、冬は冬眠してますよね。冬深いところで、で、だんだん気温が上がってきて水温が上がってきて、で、春は産卵、スポーニングっていう一大イベントがありますよね。で、そのスポーニングに向けて深いところから浅いところにだんだんバスが上がってくるんですよ。で、その一気にディープなところからシャローに上がってくるんじゃなくて、
まあ、よく言われる駆け上がりブレイクって名前聞いたことあると思うんですけど、まあ、その駆け上がりに一旦止まって、でもう水温が上がりきるばっかりになったなとバスが判断したら車両に行ったりだとか、あ今日はなんか寒そうだって思ったらその駆け上がりから、まあ、ブレイクからまたボトムに落ちたりだとか、まあ、そういうポジションですね。これが春夏秋冬全然変わってくるので、まあ、それはあのバスの生態をちょっと勉強してもらって、あのポジションを探ってみましょう。でそれがまずシーズナルポジションとシーズナルパターンですね。でこの2つもそうなんですけど、ここはちょっと二言で書いてありますけど、ちょっと項目が多いんですよ。で、これはここのボードに書ききれないので、また違うボードに用意しました。で、どうぞ、それ見てみましょう。よいしょ。じゃじゃじゃーん。じゃん。見るかな。で上から読み上げていくと、ベイトフィッシュ、水温、気温、天気、気圧で水位、水質、水流、風でフィールド探索、ストラクチャー、地形変化、水深で最後に鳥ですね。これ全部が一応観察力と洞察力っていう項目に入ります。これもあの勉強しないとあの多分話にならないような項目ばかりなんで、まあ、ぜひ覚えましょう。でこのベイトフィッシュ、まあ、さっきも冒頭でちらっと言ったと思うんですけど、まあ、あのシーズンごとによって水の中にいる餌と地上にいる餌が全然変わってくるんで、まあ、それをまず大江川水系に通って、まあ、どういう餌があるかっていうのを水の中見たりだとか、季節に合わせてあの草むらの中見てみたりだとか、まあ、そういうことは非常に大事だなと思います。まあ、あの容易に予想つくと思うんですけど、夏場になるとセミが鳴き始めたりしますよね。でそういうので虫パターンっていうのも発生してきますので、まあ、あのバスの餌を探すことが非常に重要な項目なんで、まあ、あの魚釣るばっかりじゃなくて、まあ、一度水の中も見たりだとか、そういう餌になるものを一回探してみましょう。かなり多いんですよ、大江川水系の餌っていうのは。ボラ子、ボラ稲子ってまあ多分聞いたことあると思いますけど、あれ結構いるんですよね、大江川に。でまああれを食べてるやつもいれば、虫を食べてるやつもいますし、でもっと水の中見てみると、そこの方にエビがいたりだとか、あのゴリがいたりだとか、本当に魚だけにじゃなくて、すごいいるんですよ、餌が。まあ、なので、その餌を一回探してみましょう。そうすると、いろんなパターンが見えてくると思いますので。あの、面白いことに、その大江川水系でも、野池、まあ、ヨット池、牛池とか、あと大江川本流、西大江川、東大江川って、あの、全く中見てみると、餌が結構違うんですよ。なので、あの、ヨット池で釣れてたものが、大江川本流でなんか反応が悪いとか、よくある話なので、あの、大江川水系という一括りにするんじゃなくて、一回周り全部を見てみるといいかなと思います。で、この、水温、気温、天気、気圧っていうのは、まあこの1行で一括りにしてもまあいいと思います。でこのまずこのじゃあ2つに分けると、この水温気温っていうのはまあ先ほどもちょっと話しましたけど、やっぱりブラックバスっていう魚はその適水温っていうのがあって、確か22から27ぐらいだったと思うんですけど、まああの高くなる分にはあの適水温から離れてもあまり動きが悪くならないんですけど、低水温ってなるともう本当に動きが悪くなったり、見えてたやつがいきなりもう
深いところまで落ちていっちゃったりして、低い方はあのかなり動きが悪くなっちゃうんで、まああのまあ、適水温も考慮しながら、まあ、あの低くなる水温と気温が低くなる時っていうのは、まあ、結構注意した方がいいと思います。で、この天気と気圧、まあ、あの気圧と天気っていうのは、まあ、一緒の項目のようなもので、まあ、あの晴れてると高気圧になって、まあ、雨とか曇りとかそういう時は、まあ、ちょっと低気圧気味になって、台風とか来ると、まあ、もっと低気圧になりますよね。で、まあ、よく有名な話がその台風の低気圧になると結構水の中が、まあ、あのお祭り騒ぎとかよく聞きますけど、あの実際僕は台風の日とかには釣りに行ったことないんですけど、まあ、あの大江川水系の、まあ、マニアの方はあの台風の日でも結構行ってる方が多くて、まあ、そういう人の釣果をちょっと見たりするんですけど、まあ、僕自身はその台風の日に行ったからといって、じゃあいつもより40アップがたくさん釣れたとか50アップがたくさん釣れたとか、まあ、そういう話はあまり聞かないですね。あの僕が見落としてるだけなのかもしれないんですけど、まあ、低気圧だからといって、まあ雨の日とそんなに変わらないかなという、まあ、印象です。まあ、あのこの晴れた日がいい時と曇った時がいい時っていうのはまた季節によって違うんですよ。あの冬とか秋はあの水温が低い時はやっぱり晴れた方が、まあ、バスもあの水温が高めで高くなってあのシャローに来やすかったり、まあ、そういうメリットもあるんですけど、逆に真夏とかになると日差しが鬱陶しくて日陰に入って入りやすくなったりしてっていう感じなので、まあ季節によってあの晴れた日がいいのかローライトの日がいいのか雨の日がいいのかっていうのはまあ変わってきますので、まあそれもまあ適水温も考慮しながら見ていきましょう。で3番目、このフィールド探索ですね。ストラクチャー、地形変化、水深、これすごい大事です。あの大江川水系はあのものすごい広いんですよね。あのこの間地図で書いたあの牛池が多分一番小さいかな、大江川水系だと。その牛池ですらもアングラー一人が一周して歩こうとすると多分に30分はかかりそうなぐらい広いんですよね。でそんな一番小さい牛池ですら2、30分かかるのに、まだ大江川本流があって最下流があって、で東大江川があって西大江川があって、さらにその西と東の最上流もあって、またさらに用水路とかもあるんですよ。なのでものすごいポイントだらけなんですよね。僕もさすがに水路まではあの詳しくは探索しきれてないんですが、まあ、あのそれだけ大江川水系って狙うところもたくさんあって、で一部を除いてもうほぼおかっぱりができるんですよね、大江川水系って。あの多分こんなフィールドもそうないんじゃないかなと思います。もう本当に一部分除けばもう本当にフルでおかっぱりができる、まあとてもいいフィールドです。なのでもう行ってしまうとどのポイントでも釣れるんですよ。なのでやっぱりポイントはあの自分の足で歩いて、でルアー投げてちょっと探ってみましょう。でこのストラクチャーっていうのはその目に見えるストラクチャーも大事なんですけど、実際目に見えないストラクチャーがやっぱりあるんですよね。沈線だとかあのウィードだとか、まあ、特に僕はウィードを結構意識してるんですけど、まあ、水の中にあの地上から見えないウィードが結構水の中にあって、まああの生えてる時期といや枯れる時期はまあ当然あるんですけど、その生える時期にまあぜひちょっと探してほしいなと思います。でこの地形変化はあのブレイクだとかあのそういう変化の話ですね。もうこれも
ちょっと探すというか、探るのが、まあ、結構難しい項目なんですけど、まあ、なんとか探してください。で、あとは水深ですね。まあ、これもルアー投げて、ボトム取って、まあ、大体何メートルだなっていうのは、した方がいいと思います。中間はどうでもいいんですけど、やっぱり浅いところと、深いところは、絶対キーになる時期が来ますので、まあ春だったらシャロー、まあ冬もシャローなんですけど、まあシャローとディープは抑えた方がいいと思います。まあ僕はディープの釣りはあまり好きじゃないんで、水深が深いとこは知ってるんですけど、あまりディープで釣りはしないですね。もうほぼシャローで釣りをしてます。で、ごめんなさい。3番目の項目飛んじゃいましたね。ごめんなさい。均等です。はい。で、3番目の項目が、水位、水質、水流、風。これもかなり重要な項目です。水位。まず、大江川水系、その雨がたくさん降ったりすると、最下流の排気場が動いて、水を流したりして、水位の増減がかなり激しいですね。で、水位が増えたり減ったりして、で、そうすると、満水の時に、ストラクチャーになってたものが、減水した時に、そのストラクチャーが剥き出しになっちゃったりして、居心地良かったバスが、もうそれでどっか行っちゃうということにもなるので、満水時のバスの付き石だとか、減水時にバスがどこへ行くのかとか、まあそういうことも、その二つを把握した方がいいです。まあかなり時間のかかる作業なんですけど、水位の増減は本当に、大江川水系激しいんで、まあぜひ、チェックしましょう。で、水質ですね。で、今は冬なんで、まあどこも結構クリアアップしてるんですけど、まあ基本シーズン中の大江川って、まあ結構濁り気味で、まあ濁り気味の時は、まあいいんですけど、クリアな時から濁った時、例えばクリアしてた時に雨が降ったりだとかして、まあ泥が巻き上がって濁っちゃったりした時、まあ濁っちゃったりすると、まあバスがもう警戒しちゃって、口を使いづらくなるという傾向がありますね。僕、その魚の動きをよく人に例えたりするんですけど、まあ僕ら人間も、こういう今、明るいところで、いきなり停電とかしたりしたら、みんなったらどうします？そんな真っ暗な時にご飯食べに行かないですよね。なので、まあバスも、同じじゃないかなっていう。まあそういう考えをよくします。人に例えますね、僕は。まあ結局ご飯を食べて基礎代謝量を維持するっていうことに関しては、まあ変温動物か高温動物かっていう違いの差だと思うんで、まあ魚か人間かっていう、まああんまり変わんないんじゃないかなって、ちょっと思ったりしてます。ちょっと話ずれちゃいましたけど、まあ水質は結構大事な項目です。クリアの時に濁った時がちょっと危険ですね。最初から濁ってるところはあまり変わらないですね。よっぽどな爆濁りしない限りは、もともと濁ってるところだったら目に頼るんじゃなくて音で判断したりだとか振動で判断したりだとか。まあそういう風に多分バスも行動してると思うんで、もともと濁ってるところにいるバスはよっぽど濁らない限りは、まあ多分普通に口使ってきます。目に頼らずに多分餌を探してると思うんで、まあ西大江川とか東大江川ですね、あそこはもう大体いつも濁ってるんで、まあそういうとこはそういうとこのバスはまああまり濁ってても余計濁っても、まあ、口使うんじゃないかなって思います。まあ、僕はあまり東大江川の方には行かないんですけど、まあ、西はそういう傾向がありますね。西大江川は。で、
この水流と風、これも一色体にしていいような項目かなって思いますね。あの大江川ってそのまああのもう通ってる人はもう分かると思うんですけど、川っていう名前の割に何も流れがないでっかいため池っていう感じなんですよね。水の流れっていうのがもうほぼない状態で、自重で下に落ちていくっていう傾斜もついてないんで、もう本当に水が溜まっているっていう川なんですよね、実際大江川っていうのは。でこの水の流れ、まあどこでもそうだと思うんですけど、水が流れるタイミングで、水が動き出すタイミングでバスの餌になるものたちも動き出す。でその餌が動き出したらバスも動き出すという流れが出てくるので、もうこの水の流れっていうのは結構大事です。でこれ排水がかかった時とかに水が流れている時と、あとは自然な風の強さによって流れている時と、まあその2種類ぐらいですかね。でまあこの風っていうのは、まあ、あのさっきの水を流すっていう風じゃなくて、あの風向きといいますか、そのどうしてもその泳ぐ力が弱い餌たちは強い流れが発生すると、その、まあ、風に流されたというか、その風に流されてくる下の方に集まってくるんですよね、その小さい餌たちは。なので例えばこっちからこういう風に風が流れてくると、こっちの風が強いと流れてくる風に餌がこうやってこっちに寄ってきて、この辺りの餌をバスが食べたくてこういうところに集まってくるんですよ。なのでこの風っていうのは、まあ、あのこの風下、この風が吹いてきて当たる面、まあよくウィンディーサイドっていう言葉聞いたことあるかと思うんですけど、まあそういうウィンディーサイドが結構美味しいです。まあ僕もウィンディーサイドは結構あのいい思いしますので、風も重要視しましょう。でさっきこれ飛んだって言ったね、もういいですね。で最後この鳥って項目、多分これあまりどこの動画を見てもまああまり説明してるところ見ないんで、まあ多分僕だけかもしれないんですけど、僕は結構その鳥を見てて、で鳥が食べる餌ってなんか大概魚っていうイメージがあって、実際にその大江川水系にいる鳥が魚を食べてるところも見たことあるんですよ。で大江川水系にいる鳥があの白い真っ白な鳥と、でこれアオサギって書いてありますけど、背中がちょっと水色がかった鳥が、まあ水色がかった鳥がいて、まあその2種類よく見るんですよ。まあ白サギと青サギっていう鳥なんですけど、でその白サギはまあどういうこと、どういうなんでかちょっとわかんないですけど、結構群れでいることが多くて、僕が白サギ見るときは単体でいるんじゃなくて 2,3 匹結構連なっていることが多くて、まああの鳥がいるところはあのまあ小魚なりなんかいるんじゃないかなって思います。あの鳥の視力は人間の何倍何十倍ってまあよく聞きますし、まああのワシとかもかなり上空から水めがけて一直線に降りてきて、で魚を捕まえるというシーンもまあ皆さんもなんか見たことあるかもしれないんですけど、まあ鳥と魚っていうのはなんか僕はなんか隣接したイメージがあって、この鳥は重要視してます。でそのシロサギとアオサギがいるんですけど、シロサギはさっきも言ったように群れで連なっているんですけど、このアオサギだけは群れで見たことが僕はないんですよ。なのでちょっと鳥には失礼なんですけど、まあラッキーアイテムといいますか、そのアオサギを見た日はなんかいいことはあるなって、なんかそういう勝手な
ジンクスがあります。まあ勝手なジンクスというか、そのアオサギみたい日に、まあどこでもいいですよ、あの大江川水系に着く前にも見た時でも釣れましたし、実際に水辺に立ってるアオサギ見た時でも魚釣れたりしてるので、まあその水辺にアオサギがいて、そのエリアで釣れたとかじゃなくて、そのどこの場所でもいいですので、なんかそのアオサギを見た日に大概なんか釣れたというイメージがあって、なのでなんか鳥を探してますね、このアオサギを。アオサギ見た日はまあなんか、あ、なんか今日は釣れる日だなって、なんか勝手にそんな気持ちでワクワクしちゃいます。本当に実際アオサギ見た日は大概釣れてますね。でももちろんそのやっぱり水辺にアオサギ立ってたら、まあ、間違いなく魚を狙ってると思いますので、まあ、そこに魚がいるってことはやっぱりその周辺にもバスがいるんじゃないかなって思います。なので鳥も一緒に皆さんぜひ見てみましょう。よし。で最後、ここの紙を貼り付けてある部分、ここが今日のまとめです。今日のまとめというか、まあ、僕の中のまとめですね。でまずその今日お話ししたことは、まあ、前回も言ったと思うんですけど、大江川水系に限らずどこにでも効く、応用が効く話だと思います。まあ、なのでまあ、ちょっと参考になったかどうかわかんないんですけど、まあ、大江川水系に限らず、まあ、どこか新しいフィールド行った時に、まあ、これをちょっと覚えておくと、まあ、ポイントをわざわざ調べたりだとか、そういうことしなくてもちゃんと応用が効くと思いますので、はい、そんなです。でこのまとめですね、僕の中でバスフィッシングとはこの一言です。はい、バスフィッシングとは方程式、推測プラスアプローチ、これがイコールでつながった時にバスが釣れます。なので僕はいつも方程式と思ってバスフィッシングはやってます。同じ条件な日っていうのはまずないと思うんですよ。どんだけ記録を取ってても多分ほぼまるっきり一緒っていう日は多分ないと思います。なので行くたんびに違う条件なんですよね。なので、まあ、僕あまりログは写真ぐらいしか撮らないんですけど、まあ、そういうのもあって、まあ、日々変わるっていう状況があるので、まあ、およその水温とかを測ったりするんですけど、まあ、この季節にこの何月頃に何度だったっていううる覚えでもいいので、まあ、それだけは頭に残して、まあ、僕はメモに残したりとかはしないです。大江川水系でそれをメモ取っちゃうと、他のところに行っても、あ、大江川でこの水温だったからここもそうだって多分そういう風にはならないと思うんですよね。なので、まあ、僕はメモとか、まあ、水温のメモとかは取らないようにしてます。大体の感覚で体に覚えさせて、でどこへ行ってもそういう感覚が役立つようにメモを取らずに、まあ、そういう釣り方をします。まあ考え方は、まあ、アングラの数だけあると思いますので、まあ、周りにはきっちりメモ取ったり、まあ、そういうことしている方もいますので、まあ、それはやっぱりアングラ一人一人の考え方だと思います。まあ、釣れればいいんですよ、バスが。まあ、僕はそういう考えです。で、この推測っていうのが、その、さっき一番目に話した、全部の項目ですね。まあ、僕は釣りに行く2日前、3日ぐらい前に、まあ、天気予報を、まあ、チェックしながら、まあ、この日ぐらいから、気温は何度で、風向きはどっちだったか、まあ、そのことを2日、3日見ながら、で、その、釣りに行く日に、およそ、多分今日は、こういう日で、こういうポイントが多分いいだろうと、まずそこで予測をするんですよね。で、その予測をして、
その実際ポイント行ってみて、で人が、まあ、先行者いなかったらそこに立ってみて、で水の中を見る、で自分の予測通りだったら自分が思ってたルアーワームのアプローチをしてみる、そこで出たらこれがイコールにつながったっていうことでバスが釣れるっていう感じです。はい、以上です。なので、まあ、一番最後に言いたいのはその、まあ、のよくこういうポイントがたくさん釣れるよっていう話を聞いて、まあまあ、そこのポイントにこだわるのは、まあ、いいと思うんですけど、まあ、たまにマナーがあまり良くない方とかはそのポイントに入りたさに、まあ、あまりよろしくないようなやり方とか、まあ、強引にちょっと入ってきたりとか、そういうことがやっぱり良くないかなと思います。まあ、なので大江川水系全部自分の足で歩いてポイントを打ってみて、でそうするとやっぱりたくさんポイントがありますので、まあ、先行者の方がいたら、まあ、そこで粘るのもいいんですよ。まあ、そこで、まあ、粘るんでしたら、まあ、かなり間を取って、まあ、その先行者の方が打ち終わるまで、まあ、待って、でそこから打つなんですけど、まあ、僕だったら先行者の方がいたらもうすっと諦めて次のポイントに行きますね。そうした方が待ってる間がちょっともったいないじゃないですか。まあ、そこに魚がいるかもしれないんですけど、まあ仮にそのポイントが空いたとして、でそこから、まあ、打っても、まあ、結局先行者の方が叩いた後なんで、まあもうもしかしたら魚いないかもしれないですし、まあそういうこと考えてると、まあ、結構せっかちな性格なんで、まあ待たずに違うポイントで行きます。そうした方が先行者の方もなんか隣にプレッシャーなくて、まあ、やりやすいと思いますので、まあ行ってしまえばやっぱりどんなポイントでも、まあ先に入った人の方が優先権はあると思いますので、まあ、みんなが楽しく釣りするためにも、まあ、マナー欲はやっていきたいですね。なのでポイントたくさん知っておくと、いろんなところに釣れるポイントありますので、まあ、ぜひ大江川水系通ってください。本当にいいフィールドなんで。はい、ありがとうございました。